どうも皆さんこんにちは、京平です。今回は以前解説したダッチャベリーのミュージックビデオからこのようなエフェクトトランジションの編集方法を解説していきたいと思います。それではアフターエフェクトを開いて編集に入っていきましょう。まずタイムライン上の配置としてはこのようになってます。フリーズさせてそこにマスクをかけてつなげている、プラス少しアンカーポイントを編集してこのように揺れを表現している編集方法になります。それでは編集に入っていきます。まず素材を2つこのように並べれたら、後ろの方の素材、ここのエフェクトトランジションをかけたいポイント、そのポイントで複製して下の方を見えなくしておきます。できたら上の方をフレームを固定してするとこのように止まるので、ここでマスクをかけていきます。素材選択してペンツール持ち替えてもらって、対象となる人物をこのようにマスクをかけていきます。少し早送りでお届けします。いいですね。このようにマスクをかけ終わったら、これで人を囲えたので、次はこの素材を複製して今かけたマスクの部分を反転、そうすることで人以外の部分のマスクがこのようにかけられたような工程が完成になるので、これで素材を作ったのはできました。じゃあ続いてこの素材が入るポイントを見つけます。今回の場合このダンスのこの辺りで一度調整します。ここで人の人物が下から上に出てきたいので、まず1のアンカー、時計ポイントをクリック、少し秒数を進めてここら辺ですかね、少し調整してこの位置でもう一度キーを打つと、一つ前に戻って下に下げる、そうすることでこう下から上に出てくるような編集が可能になります。ここのフレームの幅であったりこの秒数っていうのは皆さんの映像を見ながら調整してください。続いてここにエフェクトブラーを追加します。ブラーガウスを追加、追加できたらまずエッジピクセル選択で垂直ですね、後ろの方のフレームに合わせてここでブラーのキーを打つ、2つ前に進んで値を調整でブラーをかけていきます。そうすることでこうブラーがかかって普通の状態に戻るという、すごいスムーズな編集が可能になります。できたらここのキーポイント選択して右クリックイージーズに変更しておきます。よりスムーズな編集が可能になりますですね。いいですね。ヒュッと出てくるような編集方法です。ではここ次は人が出てきて背景も出したいので、後ろの背景を前に持ってきて、工程は同じです。1の時計アイコンを選択して少し秒数を進めて、大体8か9フレームで今回は調整しています。ここで上にずらすと、そうすることでこう上から下に折れてくる編集が可能になります。できたらここもイージーイーズに変更しておきます。そしてブラーを追加して、同じく後ろのフレームに合わせて H ピクセル選択の垂直時計アイコンをクリックで、2つ前に進めてブラーの値を調整、いいですね。できたらイージーイーズに変更しておきます。ここショートカットキーでイージーイズに変更していただいたら、よりスムーズに編集もできるので、そちらも試してみてください。いいですね。マスクがかかったエフェクトが綺麗にかかってます。こうで、じゃあ次に今こう重なった部分を消去して後ろをつなげて見えるようにしておきます。そうすることでこうマスクがかかったフリーズの状態から通常の映像に動き出す、このような編集が可能になります。では最後にここに対してアンカーポイント調整して人がかかった時、ここに少し揺れのエフェクト、そちらを編集していきます。まずこの一番下のダンスの素材、この素材のアンカーポイントの時計を選択して一つ進めてアンカーポイントを調整、このように少し後ろの背景出てしまうので、その場合はスケールを大きくしておきましょう。いいですね。し
って1フレーム進めて調整と、1フレーム進めてもう一度調整。今回は縦揺れを表現したいので、このように縦の値のみをいじってます。こうでもう一度調整と、進めてこうで調整。そうすることでこう揺れがドンとなるようなリズムが生まれた編集が完成になります。いいですね。できたら少し秒数を調整していいですね。この縦揺れとマッチできてますね。できたらスケールも少し調整して真ん中で少しだけ上げておきます。でもう一度下げると、そうすることでこう縦揺れプラス前にドンと出てくるような編集が完成となります。いいですね。じゃあこの後ろの方も素材を調整していきます。アンカーポイントを選択して、同じくこうずらしてしまうと後ろが見えてしまうので、その場合はスケールを調整しておくと。そしてアンカーポイントの右側縦軸のみをいじります。1フレーム進めてもう一度調整と、ここの値は皆さんの映像を見ながら調整してください。そうすることでこうドンと前に出てきたり、縦揺れが表現できる編集が可能になります。いいですね。これで一度映像を見てみます。いいですね。非常に綺麗につながった編集が完成となります。今回はエフェクトトランジションとして、このようなミュージックビデオでよく使われる編集方法をご紹介してみました。ぜひ皆さんもお試しください。今日も最後までありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。